はい、みなさんおはようございます。いちごです。いちごのひとりごと始まりました。チャンネル登録まだの方いらしたらチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。寒くなりましたね。うん、私はパジャマです。これね、このクマの柄すごい可愛くて、なんか一目惚れをしてしまってね買ったんですけれども、これね3色あるんですよ。この茶色とあとピンクとネイビー、買ってね、なんかもうどれも可愛くて選びきれなくて3色買ってしまったんですね。まあね、パジャマねこれから着るからね、あ、3色あってもいいかなと思って、多分これからYouTube、 私の YouTubeいちごの独り言パジャマで登場することが多いと思います。もうこれからはパジャマの季節なんでね。今日はね茶色を着てみました。やっぱねパジャマは楽、もう着心地いいしね、とにかく楽。で、なんかちょっと大きめのを買いました。なんかゆったり着たくてね、ちょっと大きめのやつをね買いました。そう、このクマちゃんの柄なんかすごく可愛くない？ちなみに GU で買いました。GU、 そうで、私ネットで頼んだんですね。で、そしたらその前回に GU でお買い物した時に私店舗受け取りにしてたんですね。それが今回そのままになってて、自宅の住所を入れてなかったんですよ。で、また今回店舗受け取りになっちゃって取りに行ってきたんですね。そう、ちゃったとか思ってね、今回はちゃんとっていうかね、4000円以上だったかな、なんかは送料無料で届けてくれるので、今回はね4000円超えてたんでね、なんか大丈夫だと思ってたら店舗受け取りのままにしててね、なんかもう修正できなくてそう、わざわざ GU の店舗まで行ってきました。そこでねめちゃめちゃ可愛いね、なんかファーっていうのかなのねバッグがね売ってたのね。じゃあ可愛いとかって思って、そう、すごい軽くてね、なんか可愛かったです。でもなんかこれすごい若者向きだよねとかいう話をしてて、でなんかこう帰り道着てそのバッグを持ってるマネキンがあったんですよ。だからねめちゃめちゃミニスカートでそう、それで持ってて、これやっぱりめっちゃ若い人が
使うんだとか思ってね。すごい本当可愛かったの、そのバッグ。なんか小さいバッグだったんですけど、なんかコロンとしててね、なんか可愛かった。でちょっとなんかこうラメが入ってるような感じでね、可愛かったな。でもなんか、私バッグはなんかいろいろもう持ってるんでね、いらないかなと思って買わなかったんですけれども、ね、ちょっと今ね気に入って持ってるバッグがあるんで、それであればいいかなと思って買わなかったんですけど、この雲はいいよね、いいよねとか言って、ちょっとね一目惚れしちゃいました。本当なんだろう、何の記事かなこれは。暖かいです。暖かい、ちょっと厚手の生地で、暖かいです。もうこれからはこれを着て寝て多分あの家にいる時はずっとこのパジャマを着ていると思います、私。昔からね、うち、なんだろう、小さい頃から、なんかね、家にいる時はね、うちみんなパジャマだったんですよ。だから、なんか外から帰ってくると、こう、まずパジャマに着替えるのね。そう。そういう生活を、なんかね、そう、 うちの親もそうだったんだよね。なんかこうパジャマとかなんかスウェットみたいなのとか、で家の中は過ごしてたのね、ちっちゃい頃はね。で私もだからパジャマ、家に帰ってきたらパジャマを着てっていう生活をね小さい頃からしててね、家の中にいるときはね、パジャマだったんですよ、ずっと。だからね、冬はこれの上になんか着る毛布とか羽織っている感じ、だね。そう、家の中にいるときはね、本当家での生活ではパジャマ、なんです。皆さんはちゃんと着替えていると思いますが、私はパジャマで過ごしてますね。小さい頃からそうだったんでね、そうでね、そうね、そうだから
多分これからの YouTube は私ねパジャマで撮ると思うんですよ。うん洋服多分着替えないな。まあなんか新しい洋服とか買ったりとかしたら紹介するので、うん、パジャマとかにね着替える、パジャマじゃないや洋服とかにね着替えてね紹介して撮ると思うんですけれども、それ以外はね多分パジャマうん、もうこれとあとピンクとネイビー、うん、またねなんかこう明日とか明後日とかに着てね紹介したいと思いますけれども、そうピンクとネイビーもめちゃめちゃ可愛かった。店舗受け取りにしちゃったかなと思ってね、なんか気づかずわざわざ行くことになっちゃってね、雨の中行ってきましたよ。もうなんかね、なんか夕方行ったからね、ちょっとなんだろう、もうなんかご飯の支度もねしなきゃいけないかったんでね。もう他のお店はちょっと見れなくて、うん、もう DU に行ってこれ受け取ってもうそのままもう帰ってくるっていう感じだったんですけれども、ねえねえご飯のお話ね、昨日の夜は豚しゃぶとあと豚しゃぶにね白髪ネギとレタス、うん、なんかつけたらね美味しいんじゃないかなと思ってさっぱりしてね、うん、豚しゃぶ自体もさっぱりしてるけどそこに白髪ネギとかねレタスとか入ったらいいんじゃないかなと思って、そう白髪ネギとレタスをつけました。それとあと海苔塩のポテトフライ、うん、ちょっと揚げてね、うん、そうちょっと揚げすぎちゃってねちょっと黒くなっちゃったんだけどねポテトでもなんかカリカリしててね美味しかったです。うん、で今日はね今のとこ思いつくのは鶏の唐揚げ、うん、作ろうかなと思っているんですけれども、片栗粉をね買ってこないといけないんだよね、もうないから、うん、片栗粉を買ってきて、うん、それで鶏の唐揚げしようかなと思って、うん、います。そう。あとね、唐揚げと何しようかな、ポテトサラダ作ろうかな。あと思いつかない唐揚げとポテトサラダかな、多分その2つ、あ、違う違う唐揚げじゃないあれだ、アジフライだ私、うん、そうアジフライにしようと思ったんだ、うん、そう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 、アジフライを揚げてそれでポテトサラダ、うん、作ろうかなと思ったんだ、そう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 、
危ない危ないで、唐揚げは明日にしようかなと思ったんだ。うん、そう、今日はアジフライです。その日にしかわからないっていうね。なんかこう1週間とか考える、ね、方とかいらっしゃるじゃないですか。すごいなと思ってね。私はもう無理って感じ。1週間も考えられないとか思って、ね、もうなんかその日とか前の日になんか冷蔵庫見て、明日は何にしようとかね。そんな感じですね、私はね。一週間も無理無理。もうほんとその日暮らしじゃないけど、もうその日にね、なんか食べるものを決めてって感じ。ですね。あ、枝豆もあるから、枝豆も出そうかな。しようっていうなんか感じで、なんかこれがあったなとかそう思い出したものをね出すというそんな感じです。では今日はこのパジャマの紹介ね。ここに、ね、ポケットついてる。これはなんか落ち着いた、あの、なんていうの、ブラウンカラーでこのクマ本当なんか私気に入っちゃったんだよね。気に入っちゃったんだよねって、なんか目を引いたんだよね。お気に入りって感じ、一目惚れっていうね感じで、これからはパジャマでの登場になると思いますそれでは今日のいちごの独り言終わりにしたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。